加藤さん。ちなみに、吉宗十王のコピーは帰省前に気づいてましたが、気づいてました。っていうのも、編集部にっていう情報が入ってきて、じゃあ一回試しに行くじゃないですか。これ本当にそんな簡単なのでっていうので、行きました。で、やりました。で、使えるっていうことが分かって、まあこれでもさすがに僕らやるわけにいかないから、これはもうみんなやめようとっていうようななんか話をしたような。で、実際店で個人的にっていうのをやって、稼いだりとかってしたことはなかったんですけど、まあもうそれからもうほどなくね、稼働が止まって、台が撤去されてっていう流れになっちゃったんで、実際それを使っていい思いをしたとかっていうのはもうほんと1ミリもないんですけど、びっくりしましたよね。もう、僕が業界入った時なんで、いわゆるその攻略法らしい攻略法、要はその特殊な打ち方をすることによって、今中竹さんが詳しいやつですよ。とかがもう、なんてもうほぼない時代だったんで、たまにその液晶のバグとかを使ってね、なんかサムスピとかなんかクレイジーレーサーとかかな、なんかその辺で、ちょっとね、小技でっていうのは多少ありましたけど、実際ね、あんな簡単なことで、だからまあ、ハードボイルドとかもね、ボーナスの確率2倍になるって考えたら、良かったんじゃないかなと思うけど、ただね、当時のパチスロって、まあハードボイルドに限らずですけど、ボーナスを引けてても、普通に外れ目が選択されるテーブルとかがあったりとかして、成立ゲームもね、すごく 見抜きづらくて、なんか中押ししたら見抜きやすいとかなんかいろいろあったみたいですけど、強烈だったやつだと簡単になったのはと、猫で小判とか、あのリプレイじゃないですか。ポン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 リプレイなんか引くから簡単だったし、リプレイ4連で AT 確定なんですけど、要は、フラグ引いた次のゲームコピーできるんですね。次のゲームだけ。で、要はリプレイコピー。で、次のゲームリプレイ引いたら、もう当たりですから。こんな簡単なことがない。ことはない。だから、そうだな。あれを本当に最初の頃から気づいて、というか、その情報を仕入れてて、で、それでもうとことんやりきった人なんか、相当儲けたんじゃないですかね。うん。